大阪芸術大学北川光、21歳、陸上やってます。松江で優勝するってことが目標だったのと、関西インカレで優勝するってことが目標だったのと、ユニバーで優勝するってことが目標だったので、ここまでで言ったらもうほぼ100点というか、自分の中では今年はもう順調だなっていうふうに思ってます。どうですか、お味は？めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい。1秒のための1年の努力、ファイトオー。今まで出走した中でスカッと出走できたことがなくて、1年生の時は多分足が痛くて痛み止めを飲みながら走った覚えがあって、2年生の時は3日前ぐらいまで胃腸炎で練習できてなくて、で去年も2週間前に捻挫して足が痛くて、まだ自分の中ではこう万全の状態で挑めたことがないので、3区がエース区になりますので、3区で立命館さん、大阪学院さん、関西大学さん、そことうちの北側と多分四つどもになると思ってます。一度でもいいからトップに立ちたい。10メーターでもいいので、一度でいいから大阪芸大の歴史の中でトップに立つということが今までありませんでしたので、彼女にはトップに立ってもらいたいなと思ってます。最低でも3位に入ることが目標で、最高は芸大過去最高順位の2位を超えて優勝できればなっていうふうに思います。